コーヒーめちゃくちゃ来たっす俺もビビっちゃった見どころないよなんか見てびっくりだし見てびっちゃさあというわけでございまして私のお隣にいらっしゃいますのはトータルテンボスの大村さんでございますよろしくお願いしますなぜこの2人でお送りしてるんだというようなことでございますけども、はい、実は今日はですねトータルテンボスのお二人をゲストに招いて、はい、歯磨き粉と柔軟剤のお話を聞くという、はい、それをやってるんですけど、はい、実はやりたいのはそれともう一つ、はい、王ちゃんが一番得意にしてるお箱のドッキリをやりたいんですいいでしょういいでしょうやりましょうよそれをぜひアフロのあのバカ野郎にぶち込みたいんですでも引っかかりますから彼はあそうですか、もうガバガバになっちゃってますガッパガバですありがとうございますもう現実とあれが分からなくなってるということで、はい、実際にどんな人ですか、ですね、ここに今大村さん座ってます、はい、で私のここに座ってるところに立ち位置的に行くと藤田さんが座ることになりますそうですね、はい、で僕が奥この並びで3人でやってまして、はい、普通にここでトークします、はい、全部が終わって、うん、今日のゲストトータルテンボスのお二人でしたって言って、はいはいはいっていう僕がこのはいってやったら終わりですとなるほどなるほどただこのはいというのは実はこちらに隠れてらっしゃるある方の合図でもありましてこれがはいになると実はここのカーテンからうわーんという感じでものすごいもうベタですよもちろんベタでなんですけどもかなり大きな声を出して彼が出てくるなるほどここにアフロバカ野郎がいますのでボボ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 までがなるんじゃないかなというこのドッキリ王ちゃんかがいやもう絶対ビビりますよ間違いない音とかホラーとかめちゃくちゃビビりますから一回もうラジオのなんか、まあ、ヘッドホンから、うん、助けてみたいな声をやって後ろからこういう感じでポル塾のあのまあ可愛い君の子をお化けみたいに出しただけでマジで俺のここに助けてみたいなここに膝枕してきましたこれは楽しみ絶対ビビりますほんまですかはいいやよかったこれは王ちゃんのお墨付きいただきましたんで、はい、ぜひ皆さんご期待でください堂本純チャンネルお目にかかるためはにというわけでございまして今日のゲストトータルテンボスの舞台よろしくお願いしますお願いします。来ましたトータルさんとテンボスさんが、はい、いやトータルさんとテンボスさんの別れ方じゃないトータルテンボトスですあボトスじゃないですねなんせ付き合いが長いというかこの3人、はい、吉本がまだあの吉本ツアーというツアーをあの開いてる頃からですね、はい、私と藤田君がもう大粗相してからもう何かれこれなんで自家長さん売れる前からですよ全然ですよ3人の前でずっと正座しました、ね、朝ごはん取り上げられてすぐ言うすぐ言うひとまずとしてるぞこの2人もう吉黒覗いたんですよいやいやお前女子プロ違う覗く前に見つかったの覗きはできなかったこけたからでしょそうですそれはあの肩車した時にこけたから肩車して河本さんのこうやってやるからどう考えても上に乗る方でしょそういやなぜか分かんないけどでもなんか知らないけど後輩が俺の肩を使ってお前も見てこいよってあの夢の世界どこで男気見せてたんですかお前先行けじゃないですよ俺がこう足をかけた瞬間ガコって滑ってそのままズル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 って竹に穴開いてパーンって河本さんの顔がこう見てキャーなんて何やってるんですかってなんて次の日土下座でみんななんか今日は静かな朝ごはんだなといやー面白かったっすねめちゃくちゃ謝ったあれがだってあのツアーが本当自家長さんとの初絡みというそういやあれがあったからやでトータルテンボスに俺は感謝してほしいよあの土下座が事件があってでその帰りになんとか2人で藤田と河本で盛り上げないとっつってお客さんとかももうおかんまりだからこの帰りのバスは絶対に2人マイク離さずにもう何時間と笑い取らんとこれ採算合わんよって言い出したから帰りのバスで俺と藤田マイク離さずにいやいやケンスケにずっと突っ込ませて俺がボケてっていうやつをずっとやったからケンスケの突っ込みのレパートリーが増えてって M1 の決勝に行った確かにそうあれはあのポテンシャル引き出したのが河本さんですよねいや本当にただあれ新宿西口に降りた瞬間、井上さんが、うんまあ、ほんまうるさいねこれはきついっていうのも言われましたけど一番きつい鬼コーチですあれをうるさいと撮ってたから結構頑張ってたけどね頑張ってたけど喉ちぎれるぐらいまでやったよこっち音として捉えたからただの音として、まあ、ほんまうるさいね音として捉えてたらむちゃくちゃうるさいネタ
た人もおんねんからみたいな感じで冷静に言われましたけど、ずっとお付き合いのある3人でございますけど、今日実はトータルテンボスのお二人を呼んだのは、河本純チャンネルリニューアルしまして、で新しい企画を河本さんがやりたいということで、それは芸人さんから放たれる匂いって何なんだろうなというところ、ちょっとした疑問から、あ、歯磨き粉ってどんなん使ってんのやろ、みんなの意見ちょっと聞きたいなって。ちなみに僕はクリアクリーンだから、他の人もなんかどんなん使ってんのやろなって単純に疑問に思って、藤森慎吾からやったところ、シュミテクトから始まった。シュミテクトだったんだ。それシュミテクトスタート、シュミテクトスタートで歯肉炎、歯周病とか、まあ知覚過敏とかそういうのをケアするんですって、慎吾が結構あったから、こだわりが、だからこだわりあんのかなと思って、藤田さん、大村さん、どうなんでしょうかという今日の企画なんでございます。持ってきてください。なるほど、どういう企画でやるんですよ。何それ、こと柔軟剤持ってきてくれって。ケンスケの方はまあ何でもいいですわ的な感じにちょっと感じないけど、イメージちょっとこだわってんのかなとかって、まあ、イメージよ自分の。そうですね、まあ、確かにそう、かぶりは絶対ないと思います。でもこれ僕のこだわりというか嫁のこだわりというか、あ、いい、そういうのいい、うん、いいですか。はい、じゃあまず僕の家の歯磨き、大村家のスパイス歯磨き。何これ、これがね、ちょっといい、はい、何これ、俺初めて見た。これはね、かぶんないと思いますね。結構バナナとかなんかそういう黄色だからフルーティーかなと思うじゃないですか。スパイス色がね、もうカニ味噌です。うーわ、えぐ、歯溶けんちゃうこれマジで。これただの研磨剤じゃない。これがね、本当にね、まあスパイスなんですよ結局。奥さんどこで見つけてきたやろこれ。これなんかあったらどこにも言うの。うちの奥さんはね、なんかフッ素が入ってダメなんです。ダメなんですって。そういうのあるある。歴代の中でこれが結構奥さんのハート射止めて、しばらくずっともう。お子さんもみんなこれ。ブラシがすげえ汚くなるんですよ。着色すんのかい。真っ黒なんだ。だから知らない人が来たらすげえ汚いな、この家の歯ブラシって。掃除してんのぐらいになってる。これ冷蔵庫に入れてたらこっちじゃんだよ。こっちじゃん。危ないよ。調味料ですね、もうね。すげえ。ああ、いい。ほら、よかった。だから、こんなん初めて見たし。そうですね。ぜひ使ってみてください。健介、藤田家。藤田家は嫁セレクトっすね。うん。ボニアケア。これワックス。ワックスちゃうの？あ、これは歯磨き粉？これだ、知覚過敏ケア。知覚過敏ケア。ライオンだ。ライオンの知覚過敏に特化した。ちょっと知覚過敏があるの？あれやってるんです。ホワイトニングの、あの白いやつ。そしたら染みるわ、ちょっと。染みるでしょ？染みる染みる。あれ、わかる。染みるようになっちゃうんですよ。カバーのマウスピースやって。わかるわかる。染みるようになっちゃうんですよ。なるなるなるね。あれで知覚過敏になったって言ったら嫁がこれを。で、お子さんもみんなこれ。いや、これ僕だけです。藤田家は？僕だけなんだ。藤田家は、あの、嫁が結構潔癖で。全員そうなの？鉄壁じゃないです。え？鉄壁はまあ言い間違い。奥行きあるけど。鉄壁なんて言ってねえんで。絶壁とは言ってない。潔癖潔癖か。絶壁はお前の問題。潔癖とも言ってない。一回も言ってない。課長言ってない。言ってないです。ボロ負けしてる。ボロ負けよ、確かに。潔癖だから一人ずつ違うんですよ。うわあ。一人一人違うの？一人ずつ違います。あらまあ、ほらまた違うよこれ。ありましたかそのパターン。今までも一回もない。それも。はあ、すごいな。いろいろ見えてくる。される方がすごくて、もうお風呂入ったらチンチンの匂いも奥さんに嗅がれて、はい、やり直しって言われてるらしいです。マジで。ほんまに鉄壁のディフェンス。鉄壁ですよ。それは鉄壁よ。あの息子とよく一緒に入るんですよ。今いくつなんだ息子が。今小4です。小4やったら一緒入るな、まだな。入った時に今日あたりあるんじゃねえかっつって。抜き打ち。国境近くに抜き打ちね。危ないんですよ。やばいと。だから今日は入念に行こうっつって。チェック項目がまあ脇と頭とチンチン。あと足から。あと足。足ね。足の裏。しっかりしないと来るよ。お互いやろう。お互いで、お互いをチェックしながら。いやでも、自分で洗いたいって言い出すんですよ。お前信用できない。そっちかい。恥ずかしいんじゃなくて、親父が信用ならない。親父が信用ならないからやるやつだから。分かった。じゃあいいよ、それなんで。まあ僕も洗って出て。案の定。はい。並んで来ました、ポッケポッ来た来た、あ、危ない危ない、もうすっぱだかで、ええ、はい、じゃあ足って言って足こう出した、うん、オッケー、うん、オッケー、うん、脇来た、はい、どうぞ、息子と俺は、はい、こうやってめちゃくちゃ恥ずかしいよ、オッケーで、はい、じゃあチン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 こう、チンチンこう向いて向いたんかいで、俺オッケーで、そしたら息子いや、臭いってことになってもう一回行ってらっしゃいって言ったらなんでって切れて洗ったからってなって、だから言ったじゃねえか、大人に表しとけって、ね、親父に任しとけって、任しとけって、なんでお前自分に行くんだよ
何なんすかこれ。全然いやらしいあの話に聞こえないよね。めちゃめちゃほのぼのした三丁目の夕日というか、ほほ笑ましいです。ほほ笑ましいよ。昭和だろ。このコロナ禍でいまだにチンチンの国境の検査があってやり直しってない。やり直し。河本純キャンネル、ほらこだわりあるじゃんってなってるんですよ。そうなると柔軟剤、服の匂いは何ですかってなりますので、はあ、ちょっとおーちゃんのお店でできますか。これまた初めてや。これえランドリーってこれは、あの安友さんから勧められたんですよ。大阪のね、安友智子さんと買い物行く番組でありました。どこ行こう、はい、柔軟剤を嫁奥さんに買ってきてほしいって言われましたって言ったら、これで、これはええ匂いしそうやな。ちょっとよろしいですか、はい、匂い。このお前柔軟剤嗅ぐのがもう癖になってきてもうて最近。そうなんですか。嘘つけ。大村家嘘つけやな。え、いや女優の匂いしかせんやろ。お前ちょっと匂いでもこれやばいって。そう。嘘。そこれ女優やん。なあ、こういうの匂いするんだ。女優さん。柔軟剤の匂いじゃないですね。いやもうここまで来たら香水の。香水香水。こんながっつりな匂いはやっぱつかないですよ服に。ああなるほど。やっぱり王ちゃんとそんな近い距離ではあるけど、何度も王ちゃんやばい匂いしてんなっていう感じじゃないから、はいはいはい、ちょうどこれが程よい感じに服にこう なるんだろうな。フレグランス、いい匂いすんでこれ。これぜひね、おすすめ。いやこれすすめ、俺買おうかな。健介行きましょう、はい、そうなると僕はもう本当にこれですね。あ、ファインフレグランス。はい、これはね、はい、ふわふわのファーファ ー, ファ ー, ファー、あの、はい、昔ありましたね、はい、熊の人形さんが、はい、あの白いバスタオルに、はいはい、ふわふわのファーファー、はいはい、これの、まあ、大人版みたいな感じ。これもぶっちゃいんですよ。これね、ガンバレルーヤ。ガンバレルーヤと一緒なんだ、はい、一緒だ。あの頃は二人で住んでるんで、ガンバレルーヤの柔軟剤をこれやった。全部覚えてるんですか。うん、ほんでめっちゃいい匂いする。これ王ちゃんやばいよ。これマジやばい。これはこれでやばい。ほんまにこれいい匂いする。おー、いい匂い。これいいのよ。あー、これもいい匂い。これもちょっと豪華な特番で、ホテルこちらになりますって。え、ほんまここって。もう開けた時のニュースね、これ。なるほど。海外の結構東南アジアでいいホテル泊まらせてもらった時、この匂いよ。なるほどね、うん、で、こっちは完全に女優さん、女優さん入られますって言った時に匂いです。これ全然違うよ、またパターンが。ああ、確かに確かに、うん、このパターンあるんだよ。ほんとこの企画いいっすね。なんかいい匂いしかしないから。ほんまに、だっていいことしかないじゃん。だってなんでって思ったけど、すっげえ広がりますね。柔軟剤使ってないっていう人いましたね。今までだったらね、一人いたか、ライスね、関町。関町は確か水かけてパッてやるんだっけ。関町はもうそれだけ。洗濯機もない。来て、うん、で、ライスやったらもう終わり。奥さんだけ柔軟剤使ってちょっとコンビニみたい。もうむちゃくちゃ関町気になったから、お前ちょっと何買ってるか普段レシートも見してよ、はいはい、レシートルーティーンっていうのもいろいろあると思う。面白いですね、レシート。だからコンビニとかで俺がたまたま後輩にレシート見したら、カシューナッツの多いですねって、カシューナッツを買ってる、はいはい、率が率高いですね、河本さんって。俺は無意識なの、はい、そうなんていうところで気づいて、はい、あ、いろんな人のコンビニのレシートもちょっとルーティーンがあるんちゃうかなと思ってて、関町覗いたら1項目目に作物類って書いてある。ほんでその次の項目に珍味類って書いてある。うわぁ、なんで類ばっか買ってんだよ。お財布の中のレシートそれ1枚だけ。あれ、これ関町を皮切りにあるかなとも思ったのよ。あーレシートね。また家族がいる人とちょっと違うじゃん、ね、多分おーちゃんとか健介って多分奥さんにもう買い物任せてるだろうから、うん、2人が行く時ってなったら多分コンビニぐらいやと思う。日用品は買わないですもんね。レシートももらわないですしね。僕もだから中村さんにあのレシートはやめた方がいい。いいです、あんまりその税理士の個人名じゃなくて。税理士仲間ですからね。税理士フレンズなんて。グループライン税理士なんて。税理士ってグループラインしてないから恥ずかしいでしょ。いやもうほんまにこれは視聴者の皆さん本当に再確認してください、はい、芸人さんだってええ匂いするんです、ね、この女優さんと東南アジアの高級ホテルの匂いをトータルテーブスのお二人は醸し出してますし、おのおの口のケアもしっかりしてるんです。してます。あと YouTube のコラボをぜひしたいんで、トータルテーブスの会に来てください。結構見てんのよ。本当ですか。見てる。河本さん似てるメンバーいますから。え、虫歯2本、お野菜太郎。お野菜太郎。虫歯2本とお野菜太郎って誰ですか。それ該当するやついないです、そんな、まあ、パジャマトリアとか山田チャーハンとかそういうタグで虫歯にとか言ってるんでしょうけど。ニュース河本さんに似てるな。河本さん似てるんです。ちょっとコラボもそれで楽しいと思うんで、ぜひぜひ来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、今日のゲストトータルテンボスのお二人でした。よいしょー。はい、OK です。すいません、ごめんなさい。いや、でもこれが結構マジ。
きい。かわいい。めちゃくちゃ来たぞ。お前がすごい来たから俺もビビっちゃった。こう柔軟剤でちゃんと綺麗にしてる。めっちゃ怖かった。このシンプルなドッグ。二度怖いよだから。見てびっくりだし。見てびっくりで。ハロウィンですからね。私はチャンネルをしっかり見てますんで。ちゃんとこぼしてるじゃん。大村さんのちゃんと持ってるね、こういう時。偉いよね。でもね、星のことですね。本当に。でってれさんに何とかしたいということで事前にですね、はい、LINE させていただきまして。なのでもうめちゃめちゃ しらじらしく何やんの、歯ブラシ、歯磨き粉と柔軟剤持ってくらしい。俺が聞きの河野さんに連絡しちゃうんだね。そうですよ。知らないぶってね。あ、知らないぶってそうなんだって。何やるんだろうねみたいな感じで返しましたけど、ちゃんと知ってましたし、税理士の話とか早く終われと思ってそういうのどうでもいいんだよ。もう早くもう犬の太田がそろそろなんか物音させたらどうしようとか思ってたの。犬の太田なのか。犬の太田なのか。犬の太田か。いい感じしてる。トムだと言われてるんで。太田か。太田です。そうだな。ずっといたの。ずっともう最初から来る前からいたんで、もう45分ぐらい。45分。そうだから、もう太田からの我慢の限界もあるから。こいつはコーヒー持ったの分かってきたの。いや、分かんなかったけど。すごいなぁ、そのタイミングで。持ったタイミングでバシャンだったもんな。俺がパンって叩いたら、パンぞと、もう自分の躊躇なく行けよって俺が、はい、OK。 あ、そのパンだったんだ。はい、躊躇なく行けよっていうやつが。コーヒータイミングで狙ってたんだ。持ったと思ったので、もうこのそば行ったら、もう天井のお金を全部しようかなと思って。こぼす、こぼしたらこれは狙いのコーヒーやし。そんなリスクあることすんな。それも全部で税理士に落とそうとしたら全部食い止めたろうな。なんでやねん。それ税金、それ税金対策してもいいじゃない。それは別に払ってんだから、払ってんだから。それに太田をちゃんと仕込ましてって。もうそれは太田、これかす、これか寿司ボーイズだっていう。これをやりたくて。いいですよ、こういうシンプルなやつも。これやりたくて仕方なかった。おばちゃん怖かった。あの、一番好きなのよ俺、あの扇風機を浴びながら、最初に水で、あのクールダウンさせといて、はいはいはい、本社の中庭で、はいはいはい、で次ものすごい押す、はい、押すファンで、あれがおもろ、こういうのやりたいってなって、すぐ相談して、はい、犬の太すぐ押さえて。なんせあそこ狭いんで、ちっちゃいやつがいるから。なるほどね。だから僕だったら、ね、でかいやつは物音さしたらピンスって敏感だから、もうドッキリとかね。だから、え、なんすかこれとかってなって嫌だなって思ってたんですよ。あとこっち向かしたいから、俺がこの位置にして、絶対後ろを気にさせんようにしてって。こんなカーデないですか、そもそも。いや、ある、あるけどか。もちろんあるんだけど、なんとかそこでこれを利用してシンプルに行きたかった。え、これ、じゃあ嘘ですか。いや、これは本当に本当にやってるけど、本当にやってる企画。そのついでに、そのそこまでが本当に欲しい話なんで、税理士とか、その、なんていうの、竹鶴とか、そんなの全然いらない。その、井上さんがとか、そういうのもどうでもいい。全部やってきたことなんですよ、我々が。そここそお笑いでしょ。犬がかわいそうだろうと思いながら。いや、嬉しい。なかなかのビビり方でしたね。大成功。大成功。恥ずかしいぐらいビビってたな。いや、ビビるよ。よかったな、太田。いや、よかった、待ったかやりましたね。そうだな。うまいな、お前。やってた。やってないです。初めてですか。どうしようって、ずっと黙ってるから、タン絡んでたらどうしようとか、いろんな悩みがありました。ちょっとね、時間ありましたから。太田が声出へんかったらどうしようとか、妙に。なるほど。気使って。いろんなこと考えたけど。仕掛けにもね、ドキドキしますからね、ドッキリは。そうね。ちゃビビってた。いや、これをずっとやられてるわけだと思ってね、王ちゃんが。めちゃくちゃ。それが、逆に王ちゃんが知ってるの、びっくりしてるの。いや、そうですよ。もう一個こっちに来たんだよ。俺も来てないから。俺結局ケース見れてないんだから。富野みたいな。一番いいとこ見れてないんだから。どんどんどんで。来たんだもん、こっち。ああ、面白い。ありがとうございます。見事大成功でございました。ありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter でいろいろな情報を通知しています。次の動画もおめえらが見ねえわけがねえ。